生まれは東京都練馬区なんですけれども、今の東京とは全く違う風景ですよね。まさに映画のオールウェイズに出てくるような環境で、何も建物がないような世界。私の家にも水道がなくてですね、毎日井戸水で、暮らしていたと、そういうまさに古い昭和の時代ですよね。そこで育ちまして、学生時代もう本当平凡な学生でしたし、こういった企業ですとかそういった野望ですとか希望もなく、普通に淡々と暮らして、その後サラリーマンになったという、ごく一般の学生時代、それから社会人という形で、過ごしてまいりました。理工学部の、理工系の学生でしたので、エンジニアですとかそういった方面は希望はしてましたけども、それほど大いなる野望を持ってたわけではなく、本当にごく普通の学生だったと思います。日本テキサスインストルメンツという、半導体で、当時は世界最大手の会社でした。まだ半導体がですね、産業の米って言われてた時代ですね。その頃に、将来性のある、産業であるということで、日本 TI に入社いたしました。今は当たり前になってますけども、いわゆるメモリーですね、半導体のメモリー、DRAM の非常に大手の企業でしたし、日本に世界最大級の工場も持ってましたし、今我々が取り組んでいるこの IT ビジネス、 IT 事業の中でですね、例えばメモリーってどういう構造で記憶されているかとか、例えばそうですね、 PC パソコンがどういう中身になっているかとか、そういったことが皆さん分からないで使ってると思うんですけども、我々はそういう、たまたま私そういった会社に入ったもんですから、構造レベルで今でも理解していると、それは非常にいい経験だったなというふうに思っています。営業経験もありますし、最終的にはカスタム LSI と言われている LSI の設計に携わる、プリの SE エンジニアとして数年ですね、2、3年携わってました。ちょうど IBM PC のチップセットの開発をやってた会社ですので、パソコンがどうやって動いているかということをこう理解する意味で非常にいい経験だったと思いますね。もうこれはもう一般公募で中途採用の新聞広告を見てですね、で PC の企画という募集がありましたので、ちょうど PC、 IBM PC の中身を知っているということもあって、これは活かせるんではないかということで、IBM に入社したわけですね。実態としては全く違うところで働くことになりまして、PC 事業であるんですけども、そのいわゆるなんですかね、エンジニアリングチームではなくて、むしろ製品の企画部門というところで、その LSI の中身を知っているということはあまり役に立たないような職種でしたけれども、ただ非常にパソコンの事業に携われたということですね。それは今のちょっと事業にも少し生かされているかなというふうに思っています。12、3年経ったところでアメリカの IBM の方にアサイメントとして行くことになりまして、それまで本当に全く英語が嫌いでですね、電話会議なんかも逃げ回ってたんですけれども、ちょうどアメリカの IBM の方に2年間アサイメントとしていくことになりまして、それが一つ大きな転機だったかなというふうに思っています。一つはアメリカのいわゆるビジネスモデルといいますか、ビジネススタイルを学ぶこともできましたし、本当に苦手だった英語もですね、勉強することができましたし、非常に多くの海外のメンバーとのコミュニケーションも取ることができましたので、それによってちょっと考え方もガラッとこう変わったかなと。で帰ってきてから、マネージャーの職位をどんどんとこうステップアップしてたということで、一つの転機だったなというふうに思ってます。結構 IBM ってマネージメントにかなりの職務権限をこう与えられる、デリゲーションされる会社なんですね。ですからピープルマネージも含めて、任せられるというのが IBM の一つの特徴なんですけども、そこで一つのプロダクトラインを、ワークステーションのプロダクトラインを任されまして、それを国内シェアをですねナンバーワンにしようという、テーマを、セットしまして、それに向けて、
まあ、みんなで取り組んでと、まあ、2年間かかって、業界シェアナンバーワンを獲得すると、まあ、そういったことができたというのもありましたし、まあ、ある程度そういった目標のセット、それからそのマネジメントですね、そういったものを多く学び経験できたかなというふうに思っています。はい、まあ、その後ですね、まあ、前者タスクであったチャンネルマネジメントのタスクが、まあ、IBM の中でありまして、まあ、そこの企画をやってましたので、まあ、そのまま、まあ、アライアンス事業部という事業部を担当することになって、まあ、そこで、非常に多くの今度国内のですね、システムインテグレーター様ですね、まあ、エンティティデータさんをはじめとする多くの国内の SIer さんとのコネクションが広がったという経験をそのアライアンス事業部で得ることができたと思っています。